オーストリア航空の本部オーストリア航空は、オーストリア共和国の国際航空会社、ウィーン国際空港をハブ空港としている。オーストリアの、いわゆる、フラッグキャリアであるが、資本関係としては、ルフトハンザドイツ航空の参加にある。オーストリアの公用語、ドイツ語でのオーストリアの国名は、オーストライヒであるが、社名は、英語名を使用している。マイレージプログラムは、 旧スイス航空が運営していたクオリフライヤーに加盟していたが脱退した。その後、スターアライアンス加盟を機に、ルフトハンザ航空のプログラムであるマイルズモアに統合された。航空券の座席予約システムは、アマデウス IT グループが運営するアマデウスを利用している。2016年9月まで日本へは、成田国際空港に乗り入れ、日本人クルーも乗務していた。 営業事務所は東京都港区にあった。なお、2018年5月15日より成田ウィーン線を再開週5便で運行している。2021年3月現在、オーストリア航空の機材は以下の通りである。ありがとうございます。